はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチベットはお話しプレイやっていきたいと思います。今日は、ついに、ワールドカルチャークラシック、1回戦です。相手は、バルサミコでした。正直、きつい。正直、どこだってもきついか。まあ、前回みたいにタラモサラッタに当たってくれれば、よかったんだけど、まあ、そのうまくいきませんでしたね。はい。じゃあ、まあ、早速、いきますか。はい。でね、新しく強いレザースカーワールドナーは獲得することができませんでした。仕方ないですね。で、スタメンはこの、マノは入れよう。マノをマーティンのところに入れて、どうしようかな。須藤を一個下げる。これでいくか。はい。じゃあ、まあ、先日はこれでいいから、試合開始。正直能力的には五分五分。五分五分手が、向こうの方が強いな、多分。本当に、お願い。勝たせてください。マジで勝ちたい。キーパー無敵がすごい気になる。あと一人だな。あと一人育てればいける。取られてる、やばい。ない聞いた、でも。あと一人ね、エース2、3個持ってる選手と育てられたら、もう優勝はいけますね。やってるわ。これでも、キーパー無敵ゴールキーパーでちょっとやっていきたいけどな。まあでも、ワールドなレザースとかを獲得したいな。あと他にフォワードで強い選手っていたっけ？ワールドなレザースかぐらいしか、なんか初期能力高い人いないよね。まあでも、オール A ぐらいでもいいか。ゴールドは取れないか。やっぱなんかもうスピード感が全然違うわ。このフレッシュリーグの頃ちょっと思い出すとね、感動ものだね、これは。フレッシュリーグの時も足遅すぎたよな。こいつらでも足速い、マジで。次元が違うわ、やっぱり。あ、オフサイド。助かった。あぶねえ。本当に、これアウェーだから、これアウェーゴールあるんだよ。だから、なんとか、勝てばいい。勝てばいいってことだよ。勝てない。引き分けでも悪くない。アウェーゴール奪いたいね。ナイス、押せないよね。中からナイス、よし、バルサミコに勝てれば、もう正直、優勝はいけます。はい。ちょ、どれだけシュートを出せないかだな。ゴールキーパーがちょっとまだ育ってないから。でも、リアルのサッカーでさ、海外のトップチーム、この間、日本の J リーグのチームが、ヨーロッパのさ、強いチームと戦ってたけどさ、こんなにさ、スピードとかの差があるわけじゃないもんね。すごい。顕著なほど。カルチビットでは、でもやっぱあれらしいですね。もう深田がいいんだけど。カルチビットではトップ、世界クラスと、日本、J リーグの、でもあれか。この間、川崎とか、マリノス、日本強いチームとかな。ナイス！これはでかい。まさかの、ね、追加点。J3 のチームとさ、マンチェスターシティとかがさ、やったら、あ、なんか、あの、フレッシュリーグと、この、バルサミコ、緑返しとバルサミコの差とか結構あんのかな。似たような差になると思えないよ。よし、前半2対0。いいよいいよ。まあ、1回戦だからね、これをあと、何回だ。セカンドレグ合わせて、4回。決勝はね、一発勝負だからね。4回やるってなるの。ちょっと、心臓に悪い。もうここまで来るのにね、そこそこ時間かかるからね。もう本当に、絶対に負けられない戦い。せめて決勝まで行ってくれ。決勝まで行ったら、許す。これ、決めたらセカンドレグ有利すぎる。3-0? マジっすか。いけるぞ、これ。
え、うちのチーム強いもしかして。アラサミコ相手に 3-0。やっぱ過密日程続きだから、ちょっと日程もね、選手の疲労度も管理しないといけない。なんならここで選手もね、入れ替えていいと思うんだよ。疲労度溜めないために。でも、アラサミコだからね、そんなことできない。4点取ったら入れ替えるわ。4-0だったら、ちょっと選手、ヒロタとか変えちゃおう。ヨネダ。まのまま変えなくていいか。ちょっと、切るか？マロ？惜しい。特訓した成果を見せてくれよ。勝ってるぞ、完璧に。惜しい。相手弱くね？確か能力見ると相手の方が B 多い気もあるよな。こう須藤からしたらもう全員あれだもんね。こっちの方が強いからな。いや、ちょっと無敵時間使うの。おい、黒岩か今。この一点が、ウィークかもしれない。いや、なんだよ、これ。これは、黒岩が、ダメだわ。いや、3-0できなかった。2点差出したのが怖い。けど、マジでも2点差で十分。1点差に詰め寄られないで。お願い。なんとか守れ。意地でも守れ。いい。振り回された。え、ちょ、これ追いつかれることある？これ。バルサミコ弱くねとか、調子のこと言ったっけ俺。悪いっすね。あんま強くないんだよな。あの選手と比べると。黒岩、ちょっとこれ持ちすぎだよ。やばい。完全に勝ったと思ってて俺は。まだわからない。黒岩、早くパス出せ。玉離れよくしないと、すぐ取られちゃう。おい、引っ張っただろ、今。取れ。おい、戻んじゃねえよ。ヒロタ、お前。でもお前、ヒロタ、お前、どこから上がってきてんの？おい、何やってんだよ。ヒロタ。黒岩、かわいそすぎるわ。ヒロタなんかさ、すげえ。いや、もうあそこまで行ったらさ、どうせ戻れないんだから、プレスかけろよ。マジか。いや、これ、いや、勝ったと思ったんだけどな。いやー、マジか。やっぱ世界大会でそう簡単にはいかないね。うん。で、ちょっとリーグ戦の方の G 見るか。リーグ戦は、地味に競ってるから、あんま入れ替えたくないけど、まあ、ギリギリ勝てるぐらいの選手に入れ替えたい。なんか函館に2戦負けてるっていうのがね、面白い。リマスに勝てれば、まあ他いけそうな感じかな。じゃあまあ今回は以上です。次回もまたバルサミコですね。ちょっと怪我人出したくないです。はい、おっしゃるとおりでした。